こんにちは、不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらのコリラックマです。私のチャンネルの中にリラックマの乗り方があると思うんですけれども、コリラックマはリラックマよりも小さいサイズで折る形になります。折り方は同じなんですけれども、折り紙のサイズを変えて折っていくような形になりますので、今回はコリラックマをご紹介したいと思います。では準備していただくのはコリラックマのこのクリーム色の折り紙と、耳の部分ピンク色の折り紙と、普通のこのリラックマのサイズよりもコリラックマは小さくなりますので、この折り紙を切るために必要なハサミと、あとは長さを測るための定規、目と鼻を描くための名前ペン、あとはこの折り紙以外にコリラックマの鼻の部分、白の紙で貼っつけてあるんですけれども、こちら白色の折り紙でもいいですし、コピー用紙なんかでも代用は可能なんですけれども、ここの鼻の部分の白い紙を用意してください。では早速作っていこうと思います。まず最初にコリラックマの鼻の部分を先に作っておきます。こちらは楕円なんですけれども、だいたい大きさは3センチですね。3センチの楕円の白い紙を切って、コリラックマのこの鼻の模様を描いておきます。この白い紙を切ったものをまず準備しておいてください。ではコリラックマは、15センチ ×15 センチの普通のこの折り紙を、クリーム色とピンク色ご用意ください。まずこちら2枚とも重ねて、少し小さいサイズ、リラックマよりも小さくなる、小さいお顔になりますので、15センチ ×15 センチの折り紙を12センチ ×12 センチに切っていきます。なのでまず12センチのところで、印をつけます。まず縦ですね、 12×12 のところで折れ線を、切る線を書いていきます。次に横ですね、 12cm×12cm のところで印をつけておいて、このように線を書いて、12cm×12cm のサイズに、これでなりましたので、ハサミで切っていきます。これで 12cm×12cm の折り紙になりました。皆さんも切れましたでしょうか。では早速コリラックマの顔を折っていきます。まずは、向きなんですけれども、上が上がピンク色で、
上がピンク色で裏が、クリーム色になるように置いてください。まず真ん中で線を折ります。中心の線に向かって折っていきます。はい、この形になりましたでしょうか。てっぺんのところとこの下の部分を合わせて折ります。はい、だいたい1センチくらいのところで一旦折り上げます。一度開きます。折れ線がついているのお分かりでしょうか。ではハサミで切り込みを入れていきます。切り込みを入れる部分はここからまっすぐ入れていただいて、一番最初の線、線が2つあると思うんですけど、上の線に合わせてこの逆の T 字に切れ込みを入れていきます。できましたでしょうか。一番、2本線がある上の一番上の線のところを切れ込みを入れて T 字、逆 T 字の切り込みになりましたでしょうか。ではもう一度先ほどの形に折っていきます。こうですね。そしたら一旦開いてこの状態にします。この2つの、先ほど切ったここの部分ですねを、ここの色が変わっているここの中心に向かって折っていきます。はい、できましたでしょうか。このクリーム色の部分、三角形になっているものをもう一度谷折りで三角形に折ります。ここですね、谷折りでもう一度三角形に折ります。はい、できましたでしょうか。その後に、ここの顎の部分ですね、ここの色が変わっているところに合わせて折り上げます。これで耳と顎の部分が完成しましたので、耳をここのですね、この角と角の部分を直線になるように折り上げます。反対も同じように折っていきます。はい、これで大体のリラックマの、耳のところが完成しました。あとは形を整えるためにここの頭の角を内側に折り込みます。こちらも折り込みます。顔をまん丸にさせるためですね。耳もリラックマの耳も丸くするために折ります。ここもとんがっているので耳を折ります。はい、丸くなってきました。あとはほっぺもですね、まん丸くするためにここも谷折りで折ります。はい、折るところはここの部分とほっぺの部分と、あと耳のここの部分ですね。これでリラックマの輪郭が完成しました。
あとは先ほど準備しておいた花を糊でピッとくっつけます。ちょっと上の方が可愛いですね。花を塗っていきます。はい、あとは目を描いていきます。目は鼻よりも少し上のところに大きなまん丸のお目目を描いていきます。このくらいですね。こんな感じでリラックマの完成しました。簡単ですしとっても可愛いですので、ぜひ皆さんもリラックマ折ってみてください。てんてん耳でした。